バナヌック島からサンニコラ島を眺める地図グレナン諸島は、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール県に属する諸島。本土のコンカルの、フエナンの南に位置し、サンニコラ島、ロック島、パンフレ島、チゴニュ島、ドルナック島、バナヌック島、ブルヌック島からなり、他に十2以上の小島がある。本土に近いムトン島は、これら多東海に属するとみなされている。 グレナン諸島は行政上はフエナンに属している。1947年創立のグレナンセーリング学校がある。諸島は観光地となっており、本土のフィニステール県と合わせての日帰り旅行が特に人気である。グレナン諸島周辺は水深が浅く風を受けた総動線で基本的に行くことになる。島にはホテルがなく、キャンプも禁止されていることから、 滞在が困難である。一件か二件の民宿がある程度である。ありがとうございます。